ジークバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議ー占領制管区のラーンディル軍に属すマチソンである。ジークバッハは、グラーデンバッハ山地の名前の由来となったジークバッハ川の谷に位置している。この川は、すぐ近くのアンゲルブルクの東側から流出し、町域を北から南方向に流れ、ビショップフェン近郊である川に流れ込む。 町域の半分以上が森に覆われている。最高地点は、海抜590メートルのシュミットグルントである。これは、アンゲルブルクに次いで、グラーデンワッハ山地で2番目に高い山である。バレンフェルスは、ボッテンホルナー高地に位置している。この高地はこの集落の西で、アンゲルブルクやシュミットグルントからシェルダーバルトへと移行する。他のすべての地区は、 自然地域ソルブーヒへの西に位置する。ジークバッハは、北はエッシェンブルク及びアンゲルブルク、東はバート・エントバッハ、南はビショフヘン及びミッテナール、南西はヘルボルン、西はディレンブルクと境を接している。この町はアイゼムロートオーベルンドルフ、トリンゲンシュタイン、ユーベルンタール、バレンフェルスの5地区からなる。 1970年12月1日に、それまで独立した町村であったオーベルンドルフが、アイゼムロートに合併した。その町は、ヘッセン州の市町村再編に伴って、1971年12月31日に、トリンゲンシュタイン、ユーベルンタール及び、バレンフェルスと合併して、新たな町、ジークバフ派が成立した。トリンゲンシュタイン市町内には、かつて、アイゼムロート、 バレンフェルス、トリンゲンシュタインの三つの城塞があった。これらは、百年続いたレルンバッハのフェーの最中、または直後に建設された。アイゼムロートとバレンフェルスの城は、ヘッセンホーハ白側、トリンゲンシュタインの城は、ナッサウハクの城であった。これは、拡大するナッサウハクとヘッセンホーハ白がこの地域の発見を争っていたためである。 この町の町議会は15議席で構成されている。ヘッセンの自治体法によれば、主張は自治体代表委員会の長である。自治体代表委員会は、ジークバッハの場合には、町長の他6人の名誉職の委員で構成されている。町長は、2010年6月1日以降、無所属のベルント・ハッペルが務めている。直接選挙制となって、以後の主張は以下の通りである。 ズンガラ、緑地。金色の基部に、金色の構造物に支えられた黒い行動。その上に、銀色のハンマーと、アイゼンが描かれている。この紋章は、町内にあったかつての行動に由来している。ビルヘルムシュタイネ・トリンゲンシュタイン地区とバレムフェルス、地区との間にあるビルヘルムシュタイネは、シェルダーバルトの中にある、最高15メートルの高さの木鉄鉱の、剣道山球群である。 毎年、キリスト商店祭には、数十年前からこの中で、森の礼拝が行われている。ナッサウコービルヘルムにちなんで命名された、ビルヘルム主体ねは、かつては、ブッシュ主体ねと呼ばれていた。ここは、おそらく、キリスト教伝来以前の聖域の中心であったと、推測されている。その近くのアンゲルブルク付近で、中世初期から、聖域の重要な公益街道が交わっていた。 これらの交易路は、長短の差はあれ、いずれも分水界を越えていった。北東から来た、ホーエシュトラーセ、ヘルボルン街道はここで、ライプツヒからマールブルクを経由して、ケルニア、ブラバントへ行く重要な東西交易路、ライプツヒケルンイコールメッセ街道と交差した。この街道はこの周辺の狭い地域では、シェルダーバルトベークと呼ばれた。古い文献には、 ストラーダ・プブリカと記されている。また、ギーセンからのベスト・ファーレンベックもこの周辺で、ブラバント街道に通じていた。この街道は、ソルブーヒーまで、現在の修道 L3047 号線に、ほぼそう形で、アールザルツベーで分水海を越え、キンテローデやザルツベーデザッテルを通って、ハルテンロートやシュリールバッハに至り、ここから、アンゲルブルク方面に向かっていた。 さらに、ここから北に向かうその指導は、パーダーボルンを経由して、ブレーメンに達した。アンゲルブルクさんには、戦士時代の重要な集落があったことが、証明されている。上司、トリンゲンシュタインには、トリンゲンシュタイン上司が、バレンフェルスには、バレンフェルス上司がある。2011年末に、トゥープノーデックス N100-2500 の風力発電機3機を、有する。 ウィンドパークが始動した。この施設は、風車の中央の高さ140メートル、風車の直径100メートルであり、2.5メガワットの出力を有している。運営者は、マニノバ社である。年間約1600万キロワットアワーのエネルギーを生産している。これは6400個分の電力に相当する。ありがとうございます。